はい、こんにちは。覆面トレーナーのイサムです。今日はですね、アクショントレーニングやっていくんですけども、今日は胸ですね、胸のトレーニングやっていこうと思います。で、胸のトレーニングっていうと、やっぱりベンチプレスとか腕立て伏せとかっていうのが思い浮かぶと思うんですが、今日はね、まあベンチプレスはジム行かなきゃいけないし、腕立て伏せはちょっとね、やるのにちょっと大変、よしやるかっていう気持ちにならないとできないものだと思うんで、今日は結構立ったまま簡単にできるものなんでね、ぜひ一緒に試してみていただければと思います。はい。で、動きとしてはすごく簡単でですね、ボールをここで囲ってるように抱えてる感じ。はい。この手をちょっと広げます、ちょっと広げます。はい。で、背中まっすぐ胸張ります。このまんまこの手を内側に向かって、内側に力を、この抱えてるボールをゆっくり潰してくるような感じ。この時に胸をこう締めていきます。ぐーっとぐーっと胸で、これ胸に来てるの分かりますかね。この時点でまずはここが大事です。ここで胸に効いてるっていうことを感じてください。これね、腕でやったりすると全然胸に来ない。胸をギューって締めてくる、ギューッと締めてくる。はい。このイメージ、どうですかね、効いてますかね。はい。ちょっとこれですね、一緒にやってみましょう。はい。それではやっていきましょう。では今説明した通りですね、胸やっていくんですけれども、今日は1分間やります。で、ゆっくり、まずはフォーム確認したら今度は速くしてみます。はい、これぐらいのペースでやっていきます。はい、1分間ちょっと準備してください。しっかりね、ここでゆっくりやった状態で胸に効いてるってことをね、まずは確認することが大事です。はい、では行ってみましょう。はい、5秒前です。さあ行きましょう。はい、お疲れ様でした。どうですか、意外ときつくないですか、1分間。はい、胸がちょっとね、なんだろう、張ってる感じが分かれば OK です。はい、ちょっとね、この辺にも力入って痛くなっちゃうかもしれないですが、胸に効いてれば大丈夫なんで、その効いてるかどうかっていうのをまずは自分でね、チェックしてみてください。はい、お疲れ様でした。どうですかね、胸ね、効いてるのが分かるかと思うんでね、これを、ぜひですね、継続して、1分間で終わるんでね、1分間で今効いてるところがついてくる、はい、ということを感じながら、ぜひ継続していってみてください。はい、ということで、今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございます。こういう感じでですね、今日は胸やりましたけれども、いろんな部位のトレーニングを、どんどんやっていきますのでね、ぜひともこちらのチャンネル登録の方もしていただいてですね、どれかこれ面白そうだなとか、あ、これ効きそうだなと思ったものをですね、ぜひご自身で継続してみていただければと思います。で、分からないこととかはぜひね、コメントとか、あとはね、ツイッターとかやってますので、そちらの方からですね、どんどん質問してきていただければと思います。はい、ぜひスタジオの方にもですね、遊びに来てみてください。あとはこれからね、
K1 のレッスンも始まりますし、グループレッスンというのもやっていくんでね、ぜひそちらの方へも参加をしてみてください。いろんな知らない方たちとね、一緒にトレーニングして楽しくね、汗かきながら体を変えていく目的の方たちが集まってくるんでね、ぜひ、参加してみてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた明日。